コダック M35 のカメラの使い方の説明をします。まず、ポパイで買ってくれた人はカメラとフィルムと電池がセットになってます。でこの電池を単4電池をここにセットするとフラッシュが焚けるようになります。電池をプラスマイナスがここに書いてあるのでそれに合わせてセットします。で次に、フィルムを箱から開けてフィルムのセットをします。こういう感じでケースから出します。それではフィルムを入れます。フィルムを入れるときはここを矢印になっているので矢印側にやると裏の蓋が開きます。で蓋を開けたらフィルムのおへそとカメラのこの出っ張りをグッと押すと出るのでここにセットします。そしてこいつを入れます。で入れるときにフィルムのここに、くぼみと線が入ってるんでここの間に入るようにすると奥まで行くので行かなかったら軽く回転させると入ります。そしてフィルムをこっち側に引っ掛けるんですが引っ掛けるところはここにある引っ掛けにこの最初の穴を引っ掛けてみます。引っ掛ける時のコツは指をこう持ってでここを軽く回転させながら引っ掛けます。これがポイントです。こうもちょっと伸ばして持ってきたらここに回転させながらこうまず平たく当てて回転させながらやるとここに引っ掛かります。この時に引っ掛けるためにフィルムを今少しこっち側に力を入れて引っ掛けてました。でこのまま巻きます。でこの時ここを押さえながらやると綺麗に引っ掛かってくれます。でこのぐらいまで巻いたらここの歯車にちゃんと穴と合うようにして巻いていきます。でこのぐらいまで巻けたら今ちょうど1周ぐらい巻けましたのでこのぐらいを巻いたら蓋を閉じます。で蓋を閉じたら止まるまで巻いてください。今カチッって言ったところで止まりました。でここでシャッターを押します。でもう一回巻いてください。まだカウンターが1の手前に来てます。でこの時にこっちのフィルムの中がたわんでるのを直すために矢印の方向に軽く巻いてください。でたわみが取れたらキュッとこう硬くなります。でここで止めてください。でもう一度1に回す時にたわみを取ったのでこっちも一緒に回せば回るのでこれでフィルムがちゃんとこっちに回ってることがこれで確認できます。で今1に来ました。でこのカメラは、レンズが暗いのでちょっと影に入ったりとか少しでも夕方ちょっとでも、曇りの日とかだったらフラッシュを焚いてください。でフラッシュ焚くときは今やったんですけどこう今フラッシュなしのマークになっててこっちにするとフラッシュマークになります。でここもフラッシュありにするとつきます。フラッシュなしにするとここが消えるけどよくわかりませんがこうするとここの奥の方がちゃんと光りました。でこれでシャッターを切ればパチッとフラッシュ立てます。こういう感じで
変えてください。で、今みたいに電池が充電されてここが光ってないうちにシャッターを押すとフラッシュが焚けない時があります。なんで電池がちゃんと充電されてからシャッターを押すとフラッシュがちゃんと焚けます。で、これ今24枚撮りを入れたので24枚撮影しきったとしましょう。さあ、ここから早回しでいきます。頑張って頑張って頑張って今21枚24枚。だいたい24枚のフィルムって25枚か6枚ぐらいまでは撮れるんですけど、今24枚を超えました。25枚、26枚ぐらいになりました。あ、ここで最後までカチッと言わないように硬くなっちゃいました。ここでフィルムが終わりました。これ以上強引に巻いたらフィルムが切れるか指がやられるかになりますんで、これで巻き戻しをします。さあ、巻き戻しをするときはここの後ろの巻き戻しマークをポチッとします。押しづらいですがポチッとします。そしてここのこいつを立ち上げて必ずこの矢印マークに巻いてください。逆に巻くとフィルムが中で折れてしまいますので。で、ああ硬いと思ったらこの巻き戻しボタンがまた戻っちゃってるので、もう一回ちゃんと押して、このカメラの場合はこの巻き戻しボタンを押しっぱなしにしながら巻きましょう。ちょっと硬いです。だいぶ硬いです。女の子だとちょっと硬いなと思うと思います。さあ、これを巻いていって、巻いて、さあ、以上。じゃあ、ここから早回していきますよ。あ、お、ここでちょっとグッとグッときました。と、急にスッと軽くなります。スッと軽くなって、あれさっきまであんなに重たかったのがスッと軽くなりました。ここの裏蓋を開けます。そして注意としては、撮ってる最中は裏蓋開けちゃダメです。フィルムは裏蓋が開いて光が入ったりするとダメになっちゃいます。フィルムがもうなくなってこの中入りました。そしてこいつを立ち上げて、これでフィルムを取り出します。これでフィルムをポカイカメラに持ってきて現像してください。さあ、これでまた次使います。じゃあ皆さん楽しんでくださいね。